モハンマド・ホセイン・アーデリーセイエドモハンマド・ホセイン・アーデリーはイランの政治家、外交官、経済専門家、学者。2014年1月、ガス輸出国フォーラムの事務総長に就任し、2015年11月に再選してからは2期目の任期を務めている。ラバンド研究所の創設者でもある。2011年までイラン初の投資銀行である。 アミーン投資銀行の頭取りを務めていた。2014年5月、アーデリーは秋日天皇より、朝日、重光明を賜った。これは、革命前の皇帝モハンマドレザーパフラビーが1958年の法日時に受賞した大訓意菊花賞継測を除けば、日本からイラン人に授与された勲章の中では最も序列の高い勲章である。アーデリーの外交経歴は、 中日イラン大使に任命されたことから始まり、1987年から1989年にかけて大使を務めた。中日大使の任にあった1989年1月7日、60年以上も在位していた昭和天皇が崩御し、翌2月24日に大葬の礼が取り行われた。アーデリー大使は自身の夫人を伴って、 モスタファー・ミール・サリーム副大統領、モハンマド・ホセイン・サファール・ハランディー国会議員と共に参列した。在任中、イランと日本の通商関係や政治関係を再び活性化させるという目的において彼は重要な役割を果たした。帰国後まもなく36歳でイラン・イスラム共和国中央銀行の総裁に任命された。アーデリーは イラン・イラク戦争後の復興という厳しい時期において経済改革パッケージの先駆者として名声を得た。一連のマクロ経済の適正化の中で、為替政策と金融政策を劇的に改善することにより、アーデリーは強くて持続性のある結果をもたらした。アーデリーの外交経歴は1995年に中華イラン大使に任命されたことで、さらに発展した。 任期の最終年であった1999年に、アーデリーは外務副大臣及び対外経済連合協議会に指名され、2004年まで任期にあった。この数年の在任期間中、アーデリーはアフガニスタン復興及びイラク復興のための2つの特別委員会を設置した。最後の外交の公職として、彼は中英イラン特命全権大使を務めた。 ありがとうございます。